国民議会はベネズエラの立法府である。一般にはベネズエラ国会と表記される。2015年の選挙で野党が3分の2の議席を獲得したため、大統領ニコラス・マドゥロと対立関係となった。マドゥロ政権は2017年8月に与党が全議席を独占している政権議会を開き、国民議会から立法権を接収することを決議させた。 国民議会は、その決議や政権議会の存在を無効としているが、マドゥロ政権派の最高裁判所が決議を認めたため、事実上立法権を奪われた状態となっている。2019年1月には、国民議会議長ファンアングライドが、マドゥロ政権の正当性を否認して、暫定大統領就任を宣言した。一員制、定数167、任期5年。 小選挙区比例代表並立制により選出される。2015年12月の国民議会選挙で反マドロ政権の野党が3分の2を占めた。これにより国民議会を使った立法行為が不可能となったマドロ政権は自身の影響下にある最高裁判所を使って国民議会の立法権を制限する様々な手段を打つようになった。 例えば国民議会が可決させた法律を大統領が意見判断のためとして最高裁に送り、最高裁に意見判断を出させて立法を無効化する方法である。2016年1月から4月に国民議会が可決させた5つの法案はすべて最高裁に送られ、そのうち4つが意見として無効化された。また最高裁は、 アマソナス州選出の3人の野党議員に不正選挙があったとして公務就任権を認めず2016年7月にこの3人が国民議会で宣誓すると最高裁は最高裁の決定を尊重しない限り国民議会は法的有効性を持たないと宣言。以降マドロ政権はこの3人問題を理由に国民議会を無視して最高裁に 立法権を代行させるようになった。予算案も国民議会ではなく最高裁に提出して承認させた。2017年3月末には最高裁が3人問題を理由に国民議会の立法権を剥奪し、最高裁が立法権を引き継ぐことを受け継ぎし、国内の反政府運動が激化した。国際社会からも強い批判を受けたため、 マドゥロの要請で撤回された。しかし、憲法秩序を重んじない政府と最高裁に対する国民の怒りは収まらず、2017年4月から半、政府デモが激化した。2017年5月1日に、マドゥロは新憲法を制定するとして7月30日に政権議会選挙を行うと宣言。これに国内外の反発はさらに高まった。 反発を受けたのは政権プロセスが憲法違反である疑い、さらに政権議会選挙が一人一票の原則を無視してマドロが指名したーソや学生組織など7つの社会セクターに所属する者に二票を与えるという前例のない与党有利の選挙制度になっていたことによる。このような選挙に候補を立てることは、 恣意的な選挙制度を容認することにつながるため、全野党が候補を擁立せず、ボイコット運動を行った。結果、2017年7月30日の政権議会選挙は、全候補が与党のみとなり、全議席を与党で独占した。マドロ政権は、野党が多数を占める国民議会から与党が、全議席独占する政権議会に立法権を移すことを起きと、 8月18日に政権議会は安全保障、経済、財政、主権に関する立法権を国民議会から剥奪し、政権議会に移すことを決議した。国民議会側はこれに反発し、8月19日にもアメリカ合衆国をはじめとした各国の外交官を招いた上で国民議会を召集した。国民議会副議長、フレディ・ゲバラは記者団に この不正な決定は無効であり、政権議会そのものが無効だと述べた。しかし、マドロ政権支持の最高裁判所は、国民議会は政権議会を軽視している。今後国民議会のすべての決定は無効だと宣言した。以降国民議会は無力な存在にされている。2019年1月5日の新会期でフ、フアングライドが、議長が就任した。 1>, 1月10日のマドゥロの大統領に決め就任式を前にして、グアイド議長は我々はニコラス・マドゥロの違法性を再度断言する1月10日から彼は大統領職を不当に奪うことになるため結果として国民議会が唯一の合法的な国民代表機関となると宣言した。軍部に民主主義の回復を支持するよう呼びかけを行った。 しかし1月21日に最高裁が国民議会の無効を宣言し、1月5日に国民議会がまとめた合意も無効とした。1月23日にグアイドは野党指導者を排除して行った昨年大統領選挙を無効として大統領選挙のやり直しと憲法233条を根拠に国民議会議長である自身が暫定大統領に就任することを宣言した。 2016年1月以前、議場正面に、ウゴチャベスの巨大な肖像画が掲げられていたが、野党が議席の3分の2を握った2016年1月の会期から取り外されることが決議された。チャベス派議員は抵抗したが、ヘンリー・ラモス・アルップ国会議長は、歴代大統領の肖像画が掲げられていないのに、チャベスの肖像画だけ掲げられているのは、 政治的公平性から問題があると述べた。国民議会が、チャベス・マドゥロに従属した状態から離れ、独立した存在となったことを象徴する出来事だった、ベネズエラ中立宣言した国発言がない国、グアイドを承認した国国民議会支持を表明した、国、マドゥロを承認した国国民議会議長フアン・グアイドが、暫定大統領を宣言した後、欧州連合は、 加盟28カ国の全会一致で、ベネズエラにおける唯一の民主的機関として国民議会を支持することを表明した。その後欧州各国は国民議会に加えてグアイドの暫定大統領就任も支持表明した国が多いがグアイド暫定大統領支持を明言せず国民議会支持の立場を取り続ける国がある。以下の国々がそうした立場を取っている。ありがとうございます。